はい、こんにちは、グランピー清水です。今日はですね、中古車が何点か、入荷してきましたので、中古車3台とあとは中古のパーツを3点ほど紹介したいと思います。はい、まず1台目はですね、こちらですね。はい、はい、サンタクルーズのブラー C ですね。もともとグランピーで販売した車体なんですけども、あまりこう使われず、綺麗に保管していただいてたものです。で、価格は398,000円です。税込みでですね、で販売いたします。で、定価換算でいくとですね、だいたい66万円ぐらいですかね、税込みでなってます。で、車体プラス、ドロッパーシートポストですね、マウンテンバイクにも必須のアイテムになってますね。ドロッパーシートポストと、あとはカーボンハンドルバー、せっかく軽い自転車なんで、ハンドル周りも軽くということで、カーボンハンドルバーに、交換してあります。なので、とりあえずこれでじゃんじゃん遊んでもらえる仕様になってます。で、ブラシーっていうのがですね、クロスカントリーのモデルになります。なので、こうガンガンこう山を下って攻めるとかっていうよりも、自走で、山まで行って、山でちょろちょろっと遊んで帰ってくるみたいな遊び方がいいんじゃないかなと思います。で、最近はですね、マウンテンバイク始めるんだったらエンデューロ系バイクがいいという話が、よく出てきます。で、僕もそう思います。でもですね、それは人それぞれなので、特に下りを楽しみたい人はエンデューロ系でもいいんですけど、移動だったりこう上りもちゃんと走りたいという方にはちょっとエンデューロ系って向かないので、こういうクロスカントリー系の、マウンテンバイクがいいと思います。で、フルサスだと、多少無理が効くので、下りでも割と楽しく遊べるんじゃないかなと思います。はい、なので、こう例えばですね、ロードバイク乗ってて、ちょっとマウンテンバイク欲しいなっていう方とかすごくいいんじゃないかなと思います。で、ちゃんと上りも移動もしっかり走りたいという人にはすごくおすすめの車体じゃないかなと思います。税込み398,000円です。あ、ちなみにサイズは M サイズなので、だいたい170センチから175センチぐらいの人にちょうどいいサイズになってます。はい、こちらですね。で、2台目はですね、こちら、ででん、こちらも真っ赤です。こちらはですね、東京バイクのスポーツ QS というモデルになります。で、ポップグランピーでですね、グランピーの姉妹店のポップグランピーで、ペイント込みで買われたんですけども、乗ってるとですね、ちょっと自転車にはまってしまったようで、もっとちゃんとしっかり走る自転車が欲しいということで、グランピーで別のちゃんとしたロードバイクを買っていただいて、その下取りとしてこの車体を引き取りました。で、これがですね、実は2週間ぐらいしか、納車して2週間ぐらいのもので、すごく綺麗です。はい、とっても綺麗でですね、ほとんど使われてないような感じなんですけど、このまま乗ってもらってもいいですし、また色塗り替えてもいいかなと思います。で、価格がですね、75,000円税込みになります。で、サイズが L サイズなんで、175センチ以上の方にいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じですね。はい、で、次はですね、ちょっと待ってくださいね。はい、すいません、また来ました。で、です今回紹介する3台目ですねは、アンカーの、黒森のハードテールバイクですね。 R なんだったかな、ちょっと名前、モデル名忘れました。黒森のネオコットですね、の黒森フレームになります。で、サイズが L なので、これも175センチ以上の方にちょうどいいモデルになります。実は前々から入荷してたんですけど、紹介できなかったので、今日改めて紹介をします。で、これは 27.5 インチですね。で、フレームの規格自体が前の規格、旧規格なので、これをカスタムして遊んでいこうというには向いてないんですけど、もう日頃の足とか、とりあえずなんか土の上が走れるマウンテンバイク欲しいなっていう人にはちょうどいい、やつじゃないかなと思います。で、値段が13万円ジャストです。税込み13万円なので、とりあえず手を出すにはちょうどいい金額かなという感じですね。で、今これがですね、タイヤがですね、ヤスリ目のパターンですね。多少のダートは走れて、オンロードもシャーッと走れる仕様になってますので、街乗りでも使えます。
で、太田川の河川敷とか走るのはすごくちょうどいい仕様かなと思います。で、これもまああれですね、あのなんていうんですかね、ちょっと言葉が出なくなっちゃったんですけど、初心者向けというか、ちょっとダート走りたい人向けという感じのものですね、はい、なのでこれを乗りつぶして、まあ、がっつりカスタマーできないのでこれを、手入れしながら乗っていただくという感じにするのがいいのかなと思います。で、フレーム細くて黒盛りなんで、こうあまりトレンドに左右されず乗ってもらえるシルエットかなと思います。はい、で車体の紹介はこの3台で終わりです。次パーツですね、3点です、1個目はですね、こちらサスペンションです、フォックスの、これはなんだ38、38パフォーマンスエリートですね、フォックスといえばこのインナーチューブがゴールドのモデル欲しいという人多いと思うんですけど、それの、ここのインナーチューブの仕上げの違いだけです。中身はそのパフォーマンスじゃなくて、なんだったっけ、どう忘れちゃった、あの黄色のやつですね、ファクトリーか、ファクトリーシリーズと中身は一緒で、ここのインナーチューブの色が違う、仕上げが違うっていうのがこのパフォーマンスエリートっていうモデルになります。で、その金色が嫌っていう人も結構僕の周りにはいまして、あの黒がいいんだ、でもあの普通のパフォーマンスはちょっと中身がねっていう人が多くてですね、結構これ探してる人もいるんですけど、そんなパフォーマンスエリートの、38ですね。で、170mm ストロークなので、フレームのストロークが 160mm から 170mm ぐらいの、エンデューロとかオールマウンテンのフルサスにちょうどいいモデルになります。で、これからカスタムしたいとか、ちょっと、サス壊れちゃったんで探してるって方にはちょうどいいんじゃないかなと思います。で、税込み9万9000円ですね、定価多分12、3万すると思います。ほぼ未使用です。はい、で次ですね、次はですね、はい、はい、次もサスペンションです。で、この次のやつはですね、次のサスペンションもフォックスです、はいはい、でこれはですね、ちょっと前のやつですね、フロート29になります。 32mm インナーチューブが 32mm のもののファクトリーシリーズですね。で、ストロークが 100mm になりまして、で、なかなか最近では見ないオーバーサイズのストレートタイプの、コラムになってます。で、幅はこれブーストじゃないんで、幅は 100mm の 15mm スルーアクセル仕様になってます。ちょっと旧規格のモデルになります。で、なかなかこのオーバーサイズ仕様のフォークも今ほとんどちゃんとしたやつがないので、オーバーサイズでちょっといいフォークを探しているという方も結構いると思うんですけども、これ29インチですね、ありますんで、探している方はぜひご検討ください。で、これはですね、価格が税込み3万5000円です。で、これ確かですね、もう公というか公式の免停はしてくれないのですけど、あのしてくれるところはありますので、これからもずっとしばらく使ってもらうことはできると思います。はい、はい、で次最後ですね、最後ですね、コンポーネンツになります。よいしょ、はい、コンポーネント、こちらシマノの XT のコンポですね、中古、ちょっとこれまだきれいきれいしないんで油とかついてるんですけど、シマノの XT ですね、これが M770 シリーズですね、なります、10速の頃のものですねになって、もうクランク、トリプルのクランクとリアディレイラースプロケ、左右のシフターセットになってます。で、これがですね、セットで2万2000円です。で、これもブーストではなくて、旧規格になりますんで、最近のフレームには使えないですけど、昔からずっと使ってるフレームを再生したいというのにすごく役に立つんじゃないかなと思います。はい、以上です。はい、じゃあ今日は、中古車3台と、
中古パーツ3点ほど紹介しました。ありがとうございます。